はい、それではこちらのね、3.6 メートルプラス 2V のね、出入り口の開け方について説明します。まずこのドームをね、立てた段階でこちらのペグを打って固定してほしいんですが、特に大切なのはこの出入り口のサイドの下の部分ですね、そちらの方にペグを打たないと、このね、まあ、ここ三角に開けるつもりなんですけど、ここの部分が横にね開いてしまうので、ここをしっかりまず固定します。台座のこの真ん中の穴のところにこのペグをね入れて、しっかりね一番奥まで飛び込んでください。まあ、他のね箇所も全部、ペグを叩くんですが、今回はまあちょっとここだけということで、一応このね2箇所をやればここを外しても横に広がなくなったので、これで外すことができます。外すときはナットをもう緩めていくという単純な作業なので、ここの部分を抜くときはこういうちょっとねこう押しながらね、こんな感じで引っ張って出して抜いてもらうと簡単に抜けます。でまあ場合によってはこういったねひし形状でここだけで、まあ、簡易的に出入りするっていう、こういうやり方もあります。はい、できましたね。はい、こういった感じでね三角形に開けることで、人がね一人分立って出入りできるぐらいの出入り口になります。 3.6 メートルのね出入り口、こんな感じですけども、はい、以上となります。